こんにちは、スプレーアートエデンのめちゃんです。なんかね、これ知ってる？これね、お金2ペソ入れます。2ペソ入れて、一回ちょっとやってみるわ。これね、なんで最初のよく考えてる、これでしょ。で、これを打つと、こうやって打ちます。打って、ここに入ると、まあ、4個ボールが4箇所同じ、まあ、旗っていうかに入るとお金がもらえる。それで勝つまでやりましょう。ということです。今メキシコに2個ついてるから、メキシコに入れば、ああ、これメキシコか。これあ、ダメだ。やばい。この光ってるとこに入ると多分ね、2ペソが20ペソになる。すごくない？これが今2ポイント。とりあえずね、あーダメだ、あ、見せた。おおお、カシカシ、あと少し。じゃ勝った勝った。これどうすんの？どうやってお金出すの？コブラ？コブラどんで？あれは？イエーイ。どんで？あ、すごっ。え？待って、めっちゃ出てきたけど。すごくない？え？すごくない？え？今勝てないと思って始めたんだけど、冗談のつもりでやったら勝てた。ということで、こんな感じでゲームやんだけど、ちょっと本場の人が。しごめんね。飛んでるとね、いっぱい人が集まってくる。なんでかわからない。もう一回ちょっとババーン。ババーン。シーボヤかな。あ、どこに行くの？メキコ。あー。バサペル？ジョペルディ。勝ったの？負けたの？だって。あ、ここじゃない。あ、出た出た。あ。バグってる。こっからここ最初に入っててきついね。多分さっき買ったの本当にね、奇跡だったね。で、こっち。場所だ。って感じで、ベンベン。頑張れ。メキシコの子供が遊ぶギャンブルです。で、これ楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価とコメントお願いします。8ペソ使って12ペソかってことは100円ぐらい買ったかな。アディオスアミゴ。